今回はこれから WSOP 編お送りします。アメリカのネバダ州ラスベガスで開催される世界一大きなポーカートーナメントに今から向かいます。今ここ日本なんですけど、現金用意しました。約2万ドル分両替しようと思ってて、330万円手元にあります。これをですね、今から新宿インターバンクで両替して、今回ですね16泊の旅になりますね。7月2日フライト予定で、着いたらすぐにメインイベント始まります。妻に協力してもらって、ポーカーの撮影編集、あとまあプレイの方もね、集中してやっていく予定です。この330万円がいくらまで増やせるのか、または減ってしまうのか、動画の方をどうぞ。新宿駅に移動してきました。ここからですねインターバンク目指してドルをゲットします。私いつもですね麻雀の動画を中心に投稿してるんですけど、麻雀プロやめた後に4年間マカオのキャッシュゲームだけで生活してました。今回はちょっとね、去年よりもレートを上げようと思ってて510打ってたんですけど、もうマカオで打ちすぎたぐらいのレート、いやマカオよりもちょっと下がってるデータなんで、1020の方ね行こうかなって思ってます。ベラージオで打てる1020のアンティ20の卓ですね。日本円だと1600円、3200円のアンティが3200円、 100BB 打ち合うと32万ぐらいですね。2万ドルでメインイベント出場するたんで、ちょっとね心もとないんですが、新居の方も決まりまして、東京の家借りれました。はい、先ほどのね壁打ちさんの東京の家です。インターバンクこちらですね。 Google レートと米ドルどんぐらい返りしてるのか確認します。160.98 で今ドル売ってるみたいですね。今現在の Google レート調べたら 161.06 円でした。今2万ドル両替するので手数料1600円です。なんか安すぎないですかね、これ合ってるかな。本当にドルを日本円に変えるときはちょっと手数料高めですね。アメリカドルに両替したいんですけど、2万ドルお願いします。はい、ありがとうございます。はい、無事に2万ドルゲットしました。向こうチップ文化なんで1ドル札も10枚いただきました。あとは明日フライトですね。ホリホリ TV をご覧の皆様こんにちは。フライト当日となりました。今ですね荷物を預けてチェックイン済ませて Wi-Fi 借りました。浸水がね去年よりもちょっと厳しくなってる感じがしましたね。空港のチェックインの段階で滞在先の住所を入力する欄があって、会場のホッシュ泊まる予定です。ちょっと緊急で今心配なことが、アメリカから電話かかってきたんですけど、重要な書類の期限が過ぎていますっていう不自然な日本語で電話がかかってきて、それがちょっと心配で、もしかしたら何かアメリカで止められる可能性ありますね。今パスポートを見たんですけど、パスポートはバッチリ期限2025年で来年で大丈夫なんですけど、その電話だけがちょっと心配です。サンフランシスコまで9時間半のフライトです。機内食1食目ですね。カツカレーとサラダとパンですね。あと大福いただきます。機内食2週目は焼きそばとセブーレバタークッキーです。サンフランシスコ到着です。7月2日の5時5分にフライトで、今こちら現在時刻が朝の10時半ですね。7月2日の朝10時半で、夕方の5時から9時間乗って、本当はね深夜の時間帯でだいぶ疲れてるはずなんですけど、アメリカは朝なんでちょっと体内時計が狂ってます。まだ入国審査というちょっとドキドキの第一感もあるんでね、突破していきます。入国審査は無事に終わりました。フライト直前の電話は一体何だったのかってね、すごいドキドキだったんですけど、特に何事もなく通過できました。職業と目的、何日滞在かっていうのと、宿泊のホテル聞かれましたね。とりあえず良かったです。ようやくラスベガス到着ですね。飛行機からですねラスベガスのカジノたくさん見ます。見えてきた。着いたよラスベガス。東京出発してから18時間ぐらいですね。やっぱ何度見てもねこの瞬間最高にテンション上がりますね。ラスベガス到着です。嬉しいな。いやすごい街だな本当に。荷物の受け取りがターミナル3です。モノレールみたいなのによって移動します。ちょうど電車来ましたね。到着しました。ホースシューカジノ WSOP 会場になりますね。カジノにね WSOP とトランプのマークが、宿泊先もホースシューカジノこちらになります。だからチェックインします。パスポート出して、私ノーマル会員なんで一泊何千円かのリゾートフィーも払います。10万ぐらい付け取り料金がかかる感じです。16泊で40万ぐらいでした。4時からチェックインで今4時8分です。到着です。はい、ホースシュー会場になりますね。もう会場からすぐそばでめっちゃ楽です。室内チェックから入ってきます。電気つけて、シャワーがのガラス越しになってて、お手洗い隣ですね。でこれがのシャンプーセットありました。これがシャンプーとボディーローションとリンス、こっちにね石鹸もあります。
水の勢いも問題なさそうです。ホテルの中にこの金庫がありますね。暗証番号を設定してロックかけることができます。今日は移動時間ずいぶんかかってしまったので一旦休んでキャッシュがまたね明日のトーナメントあったらねチャレンジしていきます。とりあえずおやすみなさい。4時間ほど仮眠取りまして今からですね WSOP 会場行ってちょっとその様子を伝えます。で明日からメインイベントなんですよ。ホースシューカジノ降りてくとですねフードコートございます。ハンバーガー屋さんですね。安定のサブウェイですね。ハンバーガー、ハンバーガー、サブウェイ、ピザです。アメリカ一食目ですね。ピザ2つとパン2つとドリンク食べました。これで28ドルですね。サラミとチーズのピザ。会場見学行ってきます。ファイナルテーブルとかの配信用のテーブル置いてあるところですね。こっちの方にあるともう WSOP 一食で完全にそのポーカーのためのフロアになってます。去年よりもグレードアップしてる感じがするしますね。これこちらが WSOP のメディアルームですね。あそこ写真用ですね。あの優勝した時のねインタビューが。初めて WSOP でメインイベント出場した時もこっち側のフロアだったんでここ歩いてるとちょっとあの緊張ありますね。入ってきます。会場めちゃくちゃ広いです。奥の方で多分あれもかなりトーナメントの最終盤ですね。白熱した戦いを繰り広げております。 FTA が手前になってますね。これは奥のも、はい、ファイナルテーブルです。今何か戦ってますよ。残り3人で緩やかな雰囲気でやってるんですけどこれ優勝が37万ドルですってことは6000万もいかないか。配信テーブルめちゃくちゃかっこいいですね。 WSOP のグッズ会場です。毎年メインが近づいたりすると売り切れてしまうので今年は来た初日に買おうと思います。かわいい、ね、T シャツとかカードプロテクターが前回買ってよかったなと思います。では実際にどんな商品があるのかご紹介いたします。じゃーん、79ドルなんで1万3000ぐらいですね。あ、2024年のワールドシーズンポーカーだ。あ、今年こうなったんだ。あ、これはね買いますね。かっこいいカードプロテクターがすごく良かったんだよね。貴重品入りで盗難防止でこれ気に入りました。 44.95 ドルです。これ買おう、便利だな。ハリス側の会場です。これ今結構人いるんですけどメインイベントの前日で今ミニメインやってます。それで多分もうデイズ間もなくというところですね多分ね。 That was several years ago but I was because I dealt with the wind for some years and I quit to take a job working with a friend and that didn't go well so then I went back but that was the only gig I could get and then I got back into the wind and I ran away from New Orleans screaming like you know the tournaments are probably fine but like when you go deal like the 4-8 Omaha game like those people are like fuck your life dude like they're such shitbags. I'm glad it's all over for you now. Yeah, the low limit the no limit was fine. The Omaha stuff like oh yeah I can imagine. Oh, terrible people. Like I wanted to set fire to that place so many times. That's my first time there. Yeah. If I ever decide to commit a terrorist crime, it's going to be there. Yeah. If that shows up on the news, you know who did it. That place sucked, man. Is it Mike or no? Hey, what's your name? Peter. Peter, I was yeah. way off. Mike was seat 8. Okay. Justin was here on Peter. Yeah. Okay. And I'm Brandon. Brandon. Yeah. Were you there when the guys were sitting at the table and they started questioning what they were doing about swapping stacks? Or did you leave? Who was questioning? Like, there was like two or three like people playing. Yeah, there was like I think they were like Middle Eastern or Persian or something like that. They must have been after me. Maybe, yeah. Yeah. And what was funny is that Justin drunkenly explained what they were like, well, we just decided to change seats and we switched stacks. And then he literally said, you're too drunk to even know what you're doing. I was like, you said that so drunkenly, I think they don't believe you just told the truth. It's funny. And what was funny is they switched back and they didn't exchange money. I ordered something. Didn't do anything. Yeah. Can I get a vodka? There you are. Can I get two orange juices? Okay. Me next. Two water, please. Okay. Can I get a shot of tequila and a Corona? No. With lime? Yeah. I'll do some vodka stuff soda and a splash pineapple juice. Thanks so much. Jesus. I had one of those. Space? But I had a three with it. Thank you. Space wouldn't have been good anyway. Thank you.
WSOP 初日ついて仮眠取って軽くキャッシュゲーム打って終了です。本日はねファンスリーって184ドルプラスです。妻が今回海外ポーカー初デビューということで一緒にプレイしました。明日はちょっと目星参加したいトーナメントありません。一応ですねこの動画16泊予定なんですけど毎日1本で16本投稿できればいいと思ってます。明日からメイン始まるんでちょっと緊張ですね。そちらも動画をお届けできればと。それではここで動画締めさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。